高選手、4キロぐらいあるという申告ですね。はい、もうちょい前です、もうちょい前です。はい、もうちょっと、はい、ストップ。小高さん、ゆっくりでの余裕スタートで釣れた魚は何本？5本ぎっかり、5本ぎっかりで4キロぐらいという申告です。さあ、どんな魚出てきますか。お、まずはいい感じの小さいのから出すんでしょうか。ちょうどぐらい、2本目、同じようなサイズが続きました。3本目、お、ちょっとサイズ上がりましたかね。あ、いい感じの魚、ちょっと黒い魚出てきました。さあ、あと1本。さあ、5本目、どんな魚でしょうか。お、いいサイズ、最後に一番大きいの来ました。ナイスイッチです。5本、5本の糸出ました。4137g、 暫定トップに立ちました。ゼッケン2番、伊藤匠選手の入場です。ドリーズボードランナーのシャツに包まれて、毎度おなじみの伊藤選手が入場です。さあ、今日はどんなガッツポーズが出るでしょうか。申告ウェイトは4キロぐらいと、今のところ4100何がしなんだけど、どうかな、頑張る。お、1本目からいい感じの魚が、あ、ありがとうございます。さあ、2本目、お、これも同じようなサイズ。3本で、だいたい同じようなサイズがこれで3本続きました。4キロ来てることは、ここからサイズアップすると、この辺スッと出さないと。お、いい魚になった。1キロ超えてますね、これは。ゆうゆう、お、さっきの4本目よりサイズ上がりました。5本の糸上回りました。4161g です。わずかに上回りました。暫定トップになります。わずか 24g 差。122番渋谷選手です。お願いします。お手前です、お手前です、お手前。はい、 OK。 さあ、今のところ4100何がし、どうでしょう。5、多分大丈夫、ちょっと自信を覗かせてますけど。さあ、1本目、まずまずではないでしょうか。お、2本目、ちょっとサイズアップか。3本目からちょっといい魚入りましたよ。これもうボールが昨日5本取れば4キロいくだろうから、やっぱ4超えそうだな。さらに大きくなりました。順繰りに大きくなってます。最後に一番大きいの出てきました。これは知ってますわ。もうちょっと後の人何人か出番なすかもしれないな、これ。4579g です。はい、おめでとうございます。はい、続きまして4人目、
ゼッケン140番小出選手お願いします。さあ小出選手どうでしょうか。はい、お疲れ様です。今日5本きっかり、5本きっかり、おめでとうございます。じゃあ早速魚を、さあ1本目です。お、乗ってからいいサイズ、小さい順に出てくるとなればこれは期待できますが、さあ2本目、ちょっと長い魚ですね。さあ3本目です。あ、やっぱり言うように同じようなサイズが続きました。ちょっとやっぱり細いかな、もう少し太くて、太いとウェイトがグンと伸びるんですけど。さあ4本目、春でおっしゃるように同じようなところで撮ってるんですかね。やっぱりそう、同じのを撮ろうかな、同じ場所で。お、最後で一番大きいの出ました。ナイスフィッシュです。あ、惜しい、4496g です。暫定2位ですね。沖田守選手の入場です。さあいつも通りの船で出てきました。今日何本釣れたんですか。今日はね、キーパー5本きっかり、キーパー5本きっかり、ちょっと遠慮しましたね。あ、いきなり2本出ました。さすがよ、あれ魚の取り出し方が余裕ですね。慣れてますね。ちっちゃいからと言ってますけども、さあちっちゃいからということはでかいのがいるという話でしょう。あ、いきなり3本目でそれ来ますか。ちょっとでかいんじゃないですか。これはややでかいそうです。もっとでかいのがいるみたいです。あ、これはまだややかな、まだやや。さあ出ました、黒い太いいい魚来ました。さあ名前伊藤匠って言っちゃった。うわ余裕、おめでとうございます。5663g、 ゼッケン3番大石先生、なんかニコニコしてやってきましたけど、ちょっとも5600は聞いてないという、そんな中から 6キロぐらい出てくると楽しいかな。それはない、お1本目からナイスパイ、ナイスキーパーです。キーパーどこじゃない。さあ一番小さいのは1キロかけるぐらいかな、同じような感じかな。まあ、最後に2キロぐらいがポロンと出てきて、おっ、いい魚出てきました。やっぱりクラスワンの選手ってきますね。最後の1本、あ、なんだナマズか、シーバスか、お、鮭、ほら、でかいの出ました。 TBC2011 最後飾るにふさわしい一番大きな魚が出てきました。 TBC2011 最後のウェインです。大石範博選手5本のウェイト、お、出ました、おめでとうございます。5936g、逆転トップです。